消えた。ダル、山手線は止まっているか？は？いや、止まってないんじゃね？ネットで調べてくれ。ちょ、今いいところなのに。頼む。やっぱ止まってないみたいだお。ありがとう。オカリン、誰か待ってんの？さっきからやたら下を気にしてっけど。Thank you.
マユリ、それにクリス。今あんた私の名前普通に呼んだ？二人とも帰るんだ。もう遅いから送っていく。うん、そうする。別に岡部なんかに送ってもらわなくても一人で帰れるんだけど。いいから、ダルも支度しておけ。え？僕も？なんだ？なんだじゃないよ。そんなにじーって見つめられたらね、気になってマユシーはそわそわしちゃうのです。それは悪かった。今日のオカリン、なんだかいつもと違うような気がするよ。そうか。どうかしたの？俺は何も変わってはいない。今もお前の顔を見ていたのではなく、いかに世界に混沌をもたらすかを考えていたのだ。本当に？無理してない？この狂気のマッドサイエンティストに無理なことなど一つもない。常に IQ170 を誇る灰色の脳細胞が完璧な計算を叩き出しているのだからな。でもね、たまにはボケーって休むことも必要なんだよ。そのことをね、忘れないでね、オカリン。岡部、おめえずいぶん暇そうだな。うちでバイトしねえか？今なら特別に月給ブラウン管1台で雇ってやる。
鈴葉はいつ頃辞めたんでしたっけ。鈴葉？誰だそいつは。たった10日ばかりで辞めてくようなゆとりバイトの名前なんざとっくに忘れちまったぜ。おんおれ、紛らわしい言い方を。せっかく俺が楽できると思ったのによ。だから嫌なんだ、最近の若いのは。根性なしもいいところだぜ。どうせ面接の時に言ってたブラウン管が好きってのも嘘だったんだろうよ。まんまと騙されちまった。橋田すずという人を知っていますか。懐かしい名前だな。おめえ知り合いだったのか。その人は今はもうかれこれ10年になるか。あの人にはずいぶん世話になった。天涯孤独だったらしくてな、せめて俺が見とってやりたかったんだが。でもまあこう言っちゃなんだが、死に顔は穏やかだったよ。穏やか。自殺じゃないのか。自殺？お前それ誰から吹き込まれたんだよ。スズさんは病気で亡くなったんだ。根も葉もねえ話を信じてんじゃねえ。で、おめえと鈴さんはどういう知り合いだったんだ。昔、俺も世話になったんです。もう一度会いたいって思っていたのに。そうか。あの人が住んでた家は今俺が使ってんだ。位牌もそこにある。なんなら手を合わせに来るか。例の人工衛星いつ消えたんでしたっけ。ああ5日前ぐらいじゃなかったか。世の中奇妙なことが起きるもんだな。
その自転車は鈴さんがすっげえ大事にしてたんだよ。晩年は自分で乗ることはなかったけどな、それでも週に一度はフレームを磨いてた。処分することもできなくて、結局10年もそこに置いたままだ。俺もできるだけ整備はしてるんだが、さすがにサビが目立ってきてるな。俺と鈴さんは最初、いわゆるお隣さんだったんだよ。俺はヨーロッパ生まれのヨーロッパ育ちでな。は？それはギャグですか？だよてめえ。俺は英語もフランス語もペラペラだぞ、こら。両親が死んで15年ぐらい前に日本に帰ってきたんだよ。つっても俺にとっては生まれて初めての日本だった。この国について何にも知らねえ俺の面倒を見てくれたのが、隣に一人で住んでた鈴さんだったってわけだな。結婚を？あ？結婚？鈴さんと。アホか。あの人は随分ストイックに生きてたよ。人付き合いもあまりなかったみたいだ。けどな、俺にはよくしてくれた。ここに越してきて1年ぐらい経った時、俺の家が火事で全焼してな。まあ俺のタバコの不始末が原因だから自業自得なんだが、その時に全財産なくした俺をこの家で下宿させてくれたんだ。それだけじゃねえ。工房のあるあの大檜山ビルな、あれもともと鈴さんの持ち物だったんだぞ。え？それを格安で譲ってもらったんだ。おかげで俺はブラウン管工房を構えることができたってわけだ。あの人は俺の恩人だよ。ある時、なんだって縁もゆかりもねえのにこんなによくしてくれるんですかって聞いたことがあんだが、そしたらあの人は笑ってこう答えたよ。
巡り巡って人は誰かに親身にしてもらうことになってる。だから君もいずれ誰かに親身にしてあげなさいってな。なんだか不思議な人だったぜ。預言者みたいにこれから起きる出来事をピタリピタリと言い当てたりしてな。世間ってのは狭いな。あの人のことを知ってる人間がこんな近いところにいたとは。そうだ、ちょっと待ってろ。メーターの数値が 1% を超えたとき、君はベータ世界線にたどり着いたことになる。それ、何の数字を表してるかわかるか？俺にはさっぱりわからなくてな。この10年、その数字からピクリとも変わりゃしねえ。ただ、すずさんは病床からいつもこのメーターを眺めてた。え？上ごとのようにつぶやいてたよ。この数字は変わる前なのかな、変わった後なのかな、私は変えられたのかな。そんな風に一日に何回もな。見てて痛々しいほどだった。ね、本当に駅まで迎えに来てくれるなんて思わなかった。マユシーはびっくりなのです。人質に逃げられては困るからな。うん、困るよね。それでね、マユシーはとっても嬉しいよ。
その抱えてる荷物って何？ミスター・ブラウンから譲ってもらったんだ。世界線の数値を測ることのできる大パーツなんだぞ。なんだかすごそうだね。でも世界線の数値って？マユリは本当にバカだな。マユリ、例えばの話だが、コミマが終わるまで秋葉に来るのはやめた方がいいのではないか？って、いない！岡部って尽くすタイプなのね。何がだ？あんたがマユリをお姫様扱いし始めた件について、今日は駅までお迎えに上がって、お昼ご飯はドクミまでして、ここまでは手をつないで歩いてきたとか。あのね、マユシーはオカリンに愛されちゃってるね。実際のところどうなんだ？どうとは？前から不思議だったのよね。あんたたちって付き合ってるの？そう見えるのか？それは…あのね、オカリンとマユシーは小さい頃からずっとお友達なんだよ。じゃあ付き合ってないんだ。まあ誰もオカビみたいな変人と付き合おうとは思わないし、当然よね。クリスティーナよ、お前には失望したぞ。は？何よいきなり。俺は気づいた。気づいてしまったのだよ。お前の本質にな。恋の話になる途端に食いつき方が変わる。そんなお前はスイーツかっこ笑いに他ならない。恋の話を恋バナと読んでしまうお年頃だな、少子。そんなお花畑の持ち主を、この包院京馬と我がラボは求めていないぞ。
マッドサイエンティストかっこ自称の中二病患者が何言ってやがりますか。世界の構造はより糸みたいなものなの。いくつもの可能性世界線が重ね合わせの状態になってて、常に無限個に枝分かれしてってるわけ。メーターの数値が 1% を超えた時、君はベータ世界線にたどり着いたことになる。アトラクタフィールドアルファの範囲外、ベータ世界線へ到達すれば収束する結果も変わる。そう、 1% を突破さえできたら、椎名真由里は助けられるっていうこと。岡部、
タイムリープマシーンの実験はしないんじゃなかったの？もしもの時のためだ。もしもって？動くな。全員両手を上げろ。タイムマシンを回収させてもらう。マキサ・クリス、岡部凛太郎、橋田イタル、3名については我々と一緒に来てもらう。抵抗は許されない。とにかく来て。あなたたちに逃げ場はないわ。私たちの仲間はすでに秋葉原中に散らばっている。ターゲット A、ターゲット C 確保。ダメ！
まゆ、クリス、ちょっと来てくれ。何なの？私の名前を普通に呼ぶなんて普通じゃないの。助けてくれ。これはびっくり。まさかあんたの口からそんな言葉が出るなんて。熱でもあるんじゃない？茶化すな。俺は本気で相談している。タイムリープをしてきたのね。お前はどこまで知っている？どこまでって何を？鈴葉がジョン・タイターだったことは。え？その発想はなかったわ。タイムリープマシンは完成したか？何言ってんの？昨日私が徹夜して完成させたでしょ？話をまとめると、IBN5100 が手元に戻ってくれば勝ちっていうことになる。あくまで予測だけど、天音さんの話を逆の視点から考えてみればいい。 IBN5100 を岡部が手に入れて、セルンにあるデータを消すその瞬間が分岐の臨界点なんだと思う。おそらくその瞬間、ダイバージェンスは 1% オーバーに達するはず。問題は IBN5100 が今はどこにあるかだ。岡部は一度 IBN5100 を手に入れている。あんたの記憶が妄想じゃなければな。その世界線へもう一度行けることができれば、必然的に手元に戻ってくるんじゃない？なるほど、そうか。 IBN5100 はある時を境にラボから忽然と姿を消した。
俺たちが生じさせてしまった世界の歪み、すなわちこれまでに世界線を変動させた全ての D メールを打ち消していけば、 IBN5100 を俺が柳林神社で見つけた世界線へと戻ることができると。あくまで仮説だけど、私はあんたの説明だけをもとに判断しているから。もしあんたが事実誤認をしていたり、私を騙そうとしていたり、妄想を垂れ流していた場合は、この仮説はあっけなく破綻する。この仮説を盲目的に信じてもらっても困る。保険はいくつかあるとはいえ、迂闊な行動をとってもしも罪になってしまったら、真由里を二度と助けられなくなるんだから。どうして IBN5100 が消えたのか、これまでに送った D メールの中のどれが IBN5100 の消えた原因なのか、それを突き止めるのが解を導くための近道ね。わからないのは、マユリの死ぬタイミングがちょうど24時間ずれたことだ。確かに気になるな。ダイバージェンスが変わったことが関係してるのかな。バタフライエフェクトの可能性がある。それならほんの些細な原因でも結果には大きな誤差が生じる。とにかく慎重な行動が大切。不用意なことはしない方がいい。例えば一番危険なのはあんたが死ぬこと。世界線を越えて記憶を継続できるのはおそらく岡部だけだから、あんたが死んだら真由里も助けられなくなると思いなさい。絶対に死なないで。もしかして心配してくれているのか。は何それ、誰とく。そんなわけないでしょ。勘違いするな。つまり死ぬなって言ったのはあんたが貴重な被験者だからよ。そうなの。世界線云々はともかく、あんたのその何度もタイムリープしていながら記憶が継続してる脳ってのは、脳科学史を塗り替えるくらい貴重なサンプルであって、あんたの脳をマッピングして一体何がどうなってるのか確かめたい気分よ。だから引き続き実験をガンガンやってくれると私としても助かるわけ。タイムリープマシンはいわば私の研究の成果でもあるんだから。落ち着け。
リスティーナ、お前の案を試してみる。そう。お前には何度も助けられているな。いつもすまない。謝るの、バカ。調子狂うでしょ。そもそも前にあんたを助けたことなんて私はちっとも覚えてないのよ。どう責任取ってくれるの。できれば覚えておきたかった。そうすればあんたの情けない姿をネタにいつでもブギャーってできたから。お前は実に性格が悪いな。あんたが言うな。どちら様でしょうか。岡部と言います。フェイリーじゃなくてルミホさんにお会いしたいんですが。残念ながらお嬢様はただいまこちらにはいらっしゃいません。じゃあ今どこに。それについてはお答えできません。あなた様がお嬢様にとって好ましくない人物であるという可能性もありますので。前に一度ここには遊びに来てますよ。おっしゃる通りでございますが、やはり私からはお嬢様の居場所はお教えできません。お嬢様に直接ご連絡をお願いいたします。フェイリスと大至急連絡を取りたいんですけど、電話してもメールしても繋がらないんですよ。ではお時間をお改めください。
ダリオ、フェイリスが今どこにいるか心当たりはないか？フェイリスだ。一秒でも早く連絡を取りたいのだ。今すぐは無理じゃね。場所さえ教えてくれればいい。フェイリスの行きそうな場所ぐらいお前なら完璧に把握しているだろう。どこにいるかなら知ってるよ。どこだ、どこにいる？会場とは何だ？今日はライネット AB グラちゃんの決勝戦なわけだが。ライネット AB グラちゃん？ライネットアクセスバトラーズグランドチャンピオンシップの略だろう、上皇。日本中のライネッターが参加してる大会の決勝戦だお。そこにフェイリスタンが出場してる。今から行く。何階だ？待ちやがれ。あれ見るにゃ。
とにかく離れよう。やがったぞ。メーリングリストで情報を流せ。どうしてこんなところで立ち止まるにゃ？早く逃げなきゃ。とにかくここで奴らが諦めるのを待とう。フェイリスは他人の心理を読み取ることができるのにゃ。ここにメイクインがあればレボンを聞いていて飲み物も出してもらえるのにな。にゃ、あ、いや、なんで京馬はここに開く予定だったメイド喫茶の名前を知ってるにゃ。え、でもそっか、ホームページに少しの間だけオープン告知とメイドさん募集要項を載せたことあったにゃ。今日もそれを見たのかにゃ。開く予定だったのか。フェイリスが企画して会議にも通してほとんど決まりかけてた話なのにゃ。でも最終的にパパにダメって言われて
企画がなくなっちゃったにゃ。はあ、パパもとんだわからずやだにゃ。フェイリスに店を任せてくれてれば、はにゃーんなコスチュームとキュンキューンなメイドさんたちを集めて日本一のメイド喫茶になってたのにゃ。中野や池袋のお客さんを秋葉に引っ張ってこられたのに、惜しいことをしたのにゃ。フェイリス、いや、秋葉ルミホ。はにゃ。お前は秋葉の後継ぎ娘で、秋葉原の都市開発計画の会議なんかにも出ているんだよな。にゃ、出てないにゃ。出てない？だって前にそう言って。会議にはパパが出てるにゃ。なのになんでフェイリスが出なきゃいけないのにゃ。逆になんでお前は会議に出ていたんだ。だから出てないって言ってるにゃ。フェイリスのパパさんはレトロ PC の愛好家なんだよな。その通りにゃ。あ、そういえばまだ IBN5100 は見つけてないにゃ。ちなみにパパさんがレトロ PC を手放すようなことってあるのか。それはないにゃ。パパは自分が集めた PC は全て愛してるにゃ。それを手放すなんてとんでもないのにゃ。フェイリスはレトロ PC は持っていないのか。パパの趣味はさっぱりにゃ。フェイリスはコスプレとかアニメとか可愛いものが好きなのにゃ。もし仮にお前が都市開発計画に子供の頃からずっと参加していたとして、そうしたら秋葉の街に萌えショップをたくさん誘致しようと思ってるにゃ。コミマを見ればわかる通り、オタクパワーはすごいのにゃ。きっと秋葉は今以上に人がたくさん訪れるはずにゃ。それはいいとして、都市開発計画にずっと参加していたお前が、もしもう参加したくないと思ったとして、それを過去の自分にどうやってやめさせると思う。それは何の心理テストにゃ。単なる例え話だ。劇的なのがいいにゃ。何？ドラマみたいな展開にゃ。フェイリスはそういうのは結構信じちゃうタイプにゃ。これはきっとパパからの遺伝だと思うにゃ。例えばフェイリスが誘拐されるとか。誘拐？フェイリス？頭痛いにゃ。ねえ今日は。フェイリスはこの倉庫に来てから変な気分なのにゃ。
小さい頃に一度来たことあるだけなのに。すごく見慣れてる景色に思えてくるにゃ。ここいつも歩き回ってたような感覚があるにゃ。思い出したにゃ。何を？思い出したにゃ。メイクインにゃんにゃ。今日もダルニャンは常連さんだったにゃ。それにマユシーは一緒に働いてたにゃ。本当に本当に思い出したのか。京馬たちがお店でタイムマシンのお話してたことも、 IBN5100 を探す交換条件としてタイムマシンを使いたいってお願いしたことも、あとは時間を川の流れに例えるのはおかしいって京馬とダルニャンを論破したこととか、ラボメンになるために血の盟約を結んだこととか。 D メールは？D メールの内容は思い出したのか？思い出したけど。聞いてくれ、フェイリス。これにはマユリの命がかかってるんだ。マユシーの？そうだ、フェイリスの D メールによって改変された過去を元に戻してやらないと。俺が IBN5100 を手に入れないとマユリが死ぬ。バカみたいに聞こえるかもしれないけど、それが事実なんだ。だから頼む、以前送った D メールを取り消すためにもう一度 D メールを。死んだパパを生き返らせることにゃ。もっと簡単に言うと、パパが死んだ過去を死なないように変えたのにゃ。本当にこんなところにフェイリスが隠れてるのか？それらしい二人組が入ってくのが見えたんだよ。おい、見つけたぞ、オラ！逃げせねえぞ。
ナイスフェイントだフェイリス。うるせえ。指図するなよ。俺に指図できるのはガイアのささやきだけだぜ。やめて、誰か助けて。乗りなさい。君にはお礼を言わねばならないね、岡部君。娘を守ってくれてありがとう。守るだなんて、そんな、何もできませんでしたよ、俺は。全く情けないです。とんでもない。君は娘の命の恩人だよ。お仕事があるんだから無理しなくていいって言ったのにニャ。フェイリスが叶えたのは、10年前に死んだパパを生き返らせることニャ。私はルミホとの約束は何があっても守るよ。昔そう決めたんだからね。パパ、ありがとうね。ほう、IBN5100 か。そうです。あなたは熱心なレトロ PC 収集家とかねてより聞いていました。何かご存知ではありませんか。君のような若者が IBN5100 を知っているとは珍しいね。確かに私も持っていたよ。今は手放してしまったが。手放した。ああ、やむにやまれぬ事情でね。
柳林神社に奉納したのですか？奉納？いや、違うよ。私に IBN5100 を託してくれた柱さんには申し訳ないことをしてしまったと思っている。橋田って、橋田すずですか？昔の話になるがね、まだ私の会社が今ほど大きくない頃の話だ。ルミホが誘拐されたんだ。犯人はとんでもない額の身代金を要求してきてね。あるいは会社を抵当に入れればなんとかなったかもしれない。そんな時、渡りに船とばかりにIBN5100 を高額で買い取りたいという人物が現れてね。それを売り渡すことでルミホを助けるための身代金を用意することができたんだよ。パパ、その話はやめるにゃ。その売った相手というのは、フランスの実業家だね。今でも連絡は取れると思う。何だったら教えようか。フェイリスか。まだ寝てなかったのか。入っていい？さっきはありがとう。バイラル一味に追いかけられた時、私すごく怖かった。初めてだったよ。大勢の人たちからあんな黒い感情をぶつけられたこと。黒にやたらこだわる連中だったからな。もう真面目に話してるのに。傷痛む？いや大丈夫だ。今日の岡部さんがいなかったらどうなっていたか想像するだけでゾッとする。言い直すな。いつも通りの呼び方でいい。とにかく今日までには感謝してもしきれない。
本当にありがとう。教魔はね、私の王子様だよ。フェイリス、ルミホって呼んでほしいな。いや、フェイリスはフェイリスだろ。ねえ、もう終わりにしようと思うの。今日はどうせ過去に戻ればまたやり直せるのに、私を命がけで助けてくれた。だから教魔の望むことを私も叶えてあげたいって思う。だが、私の8歳の誕生日の時、私はパパにその日だけはお仕事をお休みして一緒に遊びに行こうってお願いしてたんだ。当時はまだパパの会社は大きくなくて、パパは毎日朝から晩までずっと働き続けてたから、私はちっともパパに会えなかったの。パパと過ごせる一日が私が一番欲しかったプレゼントだった。パパは約束してくれたよ。その日は何があってもきっと一緒に過ごそうって。でもやっぱり急な仕事の予定が入って、前日になって約束は破られちゃったの。ひょっとしてパパは私のこと愛してくれてないんじゃないかってすごく不安になっちゃって。だからね、私誕生日当日に家出したの。パパに心配してもらいたくて。その日パパの乗った飛行機が着陸に失敗したんだ。死者は一人だけで、他の乗客はみんな無事だったんだけどね。その一人がパパだった。信じられなかった。こんなにも世界は私に冷たい運命を押し付けるのかって。パパなんかもう知らない。死んじゃえばいいんだって。それが、パパにかけた最後の言葉になっちゃった。そんな言葉で、私とパパの関係は、永遠に閉ざされちゃったんだ。大好きだったのに、どうして最後にあんなこと言っちゃったのかなって、ずっと心の中にパパへの罪悪感があって、ずっと思ってた。タイムマシンがあればいいのにって。だからね、
京馬がタイムマシンの話をしているときに、これは神様か仏様か運命様が私に与えてくれたチャンスなんだって思ったの。フェイリス、ルミホ、今日はもう話さなくていい。最後まで言わせて。私はもう満足したから。さっきパパが助けに来てくれて、私のこととっても大切に思ってくれてるって分かったから、このちょっとだけのご褒美はもう十分楽しんだから。だから変えた過去は元に戻さなきゃ。だが、今日マユシーはね、私にとっても友達なんだよ。そのマユシーに危機が迫ってるなら、私も京馬と同じようにするね。すまない。言ったでしょ、今のこの現実は現実じゃなくてご褒美なの。それとも夢って言うべきかな。もともとパパはこの時代にはいなかった。元に戻すだけ。夢を見させてくれてありがとう、京馬。本当に。それでいいんだな。だが、もしかすればお前もパパさんを失わず、マユリも死なない、そういう世界があるかもしれないんだ。それを探す努力をもっと。いいの、もういいの。私はもう逃げたくないから。ありがとう。ねえ、ちょっとだけ泣いていいかな。過去を元に戻す前にパパのために泣いてもいいかな。
フェイリス。今からパパに最後のご挨拶をしてくるにゃ。しばらくパパと二人きりにさせてもらうにゃ。キョウマ、そんな顔しちゃダメだにゃ。キョウマは何にも悪いことしてないにゃ。だが…にゃんにゃー、もうその話はおしまいにゃ。わかった。ちなみに、世界が元に戻ったら、フェイリスの今の記憶も全部なくなっちゃうのかにゃ。そんなことはあるものか。きっと、覚えてるさ。なぜならお前は今、過去を変える前と変えた後、両方の記憶を持っているだろう。だから、あんなに必死にフェイリスを助けてくれたのかにゃ。
それは、その、解釈は自由だ。フェイリスは、キョウマとの時間を忘れたくないにゃ。ありがとう。それじゃあ、バイバイ、パパ。Hey guys, Snakey here. If you liked the video, be sure to leave a like, comment, and subscribe. I hope you enjoyed, and I'll see you in the next one.